TSUTAYO YAMASHITA PRESENTS TSUTAYA SUNDAY SONGBOOK。 この番組は都会の森、大人の時間、代官山TSUTAYA書店、助け合い共に明日へ、 JA 共済がお送りします。皆さんこんにちは、ご機嫌いかがでしょうか。山下達郎です。毎週日曜日午後2時からの55分間、私山下達郎がお送りいたします、スタヤサンデーソングブックの時間になります。東京 FM をキーステーションといたしまして、 JFN 全国38局ネットでお届けしております。もう早いもので1月も終わりに近づいてまいりました。私は今週の土曜日に、誕生日でございます。いやいや59歳なんですよ。いやいや、あと1年、怖いな感じでですね、ツアー続行しております。今日は前倒しでございます。お天気とかいろいろ申せませんが、今週は名古屋でございます。久しぶりの名古屋でございます。名古屋センチュリー、2月2、3、名古屋の皆さんお待ち申し上げております。先週は久しぶりの大阪でございました。うまくいってるはずでございます。なかなか前倒しというのは微妙な世界でございますが、頑張っていきたいと思います。番組の方はそういうわけで、ツアーの間はよくやりますソングライター特集をお届けしております。先週に引き続きまして、ソングライタージョージ・フィショフ、60年代の素敵な、ポップソングをたくさん書いた人でございますが、ジョージ・フィショフ、今週は60年代の末期、それから70年代に入ったラジオではほとんどかかんない曲ばっかりでございます。今日もお楽しみいただきたいと思います。私の大好きな、作曲家ジョージ・フィショフの特集パート2でございます。本日も日曜日の午後のひととき、素敵なオールディーソングでお楽しみをいただきたいと思います。作曲家ジョージ・フィショフ特集パート2、今日も最高の選曲と最高の音質でお届けをいたします。てなわけで、先週の1月25日に、発売されました、竹内まりや命の歌、前倒しでございますが、いろいろ申し上げられないのが辛いところでございますが、今週もお聴きをいただきたいと思います。今週は、発売されましたので、ぜひとも命の歌フルサイズでお聴きをいただきます。札幌市の長常連高木絹江さんからリクエストくださいまして、2歳の娘と過ごしていると命の力強さや命の大切さを日々感じます。命の歌発売がとても楽しみです。ありがとうございます。1月25日発売、竹内まりやニューシングル命の歌。
誰でもこの星にさよならをする時が来るけれど、命は繋がれて山下達郎がお送りいたしております、サンデーソングブック、ソングライタージョージ・フィショフの特集パート2でございます。先週は66年まで参りました。今週は67年から、引き続き、ジョージ・フィショフ、たくさんヒット曲がある人ではないので完全に時系列で、お届けしております。先週の続きでございます。今週の頭はジョージ・フィショフの代表作の一作、キースの、98.6、98.6、エイントのかなラインに、続きまして67年に出しましたヒット曲、スパンキー・アンダーワーギャン。これも私の大好きな、グループで、この曲も大好きな曲でございますが、これはジョージ・フィショフ、トニー・パワーズの、コンビの代表作のでございます。1967年全米14位、スパンキー・アンダーワーギャン、レイジー・デイ。Blanket of stars. What a day.
パンキー&アワギャング1967年のレイジーデーでございました。ちょうど僕はこの時アマチュアバンドをやっておりまして、まあギターとかそういうコードに、興味が持ち出した時ですが、その時に聞いたこの曲のこのコード進行の凄さと言いましょうかですね、いわゆるポップソングのコード進行と全然違うんですよね。先週申し上げましたみたいにジョージ・フィショフはジュリアード音楽院のピアノ科を出た人で、そこから作曲家に転向した人なんですが、このレイジーデイという曲の歌い出しのコード進行がもう目まぐるしく変わるんです。ブルースカイサンシャインチェデデ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 デ、2拍ずつ全部変わっていくとですね、これが、高校1年生の私には非常にショッキングなコード進行で、それがすごく鮮明に覚えてるんですけど、まあ本当にジョージ・フィショフの曲というのは全て書いた曲にそうしたこういろんな工夫がありましてですね、したがってこういうコード進行の曲ですのでアレンジャーが頑張りますね。アレンジャーこれはやっぱりアレンジャーを触発する、多分デモが聴いてるんだと思いますが、そんなことを考えながら聴いておった高校1年でございますが、レイジーで先週お聞きになりましたキース、ジョージ・フィショフのヒット曲全てそういうシャッフルビートとかだった。そしてシャッフルビートの、名作を2曲続けてお聴きをいただきましょう。どちらも1968年の作品。まずはピーター・カスナーという、この人俳優であります。この人のコルジェームスですから、まあ、スクリーンジェームスのレーベルでございますが、ここから68年に出しましたシングル、I Just Can't Get Over You という、これは作詞をですね、トニー・パーズのと、後に、ジョージ・フィッシュとコンビを組むことになります。キャロル・ベイヤー映画との共作でございます。このピーター・カスナー、I just can't get over you。 そしてですね、この人も俳優ですが、スティーブ・リーズという同じく68年のシングル、ミッドサマーズ・ナイトという、これはフィッシュ・オフ・パーズのコンビでございます。どちらも素晴らしい作品でございます。ピーター・カスナー、 I just can't get over you。 そしてスティーブ・リーズ、ミッドサマーズ・ナイト、2曲続けてどうぞ。
ピーター・カスナー、アイ・ジャス・キャント・ゲット・オーバー・ユー、スティーブ・リーズ、ミッド・サマーズ・ナイト、どちらも68年の、作品でございますが、僕、スティーブ・リーズ、久しぶりに聞いたら、これシャッフルだと思って、違います。普通のヒートみたいですね。いい加減なこと言っちゃいけませんね。でも曲はいいですね。アレンジ、ハブ・バース、バーンステイですね。ハプニングスみたいな音してますね。時代ですね。もう一曲、そういうソフトロック系。ピーター・アレン、オーストラリアから出てきて、ジュディ・ガランドに香港で、認められて、後にライザ・ミネリの旦那さんになりますが、ライザ・ミネリと結婚した翌年に出しました、クリス&ピーター・アレンというですね、デュオのアルバム、クリス・アレンことアレン・ベルという人のですね、デュオで、マーキュリーレーベルからリリースいたしました。これに、フィッシュ・オフ・パワーズの曲が1曲入っております。プロデュースがアル・カシャというあのモーニング・アフターの作曲者ですね、作曲家あれあのプロデューサー あとはペパミント・レインボーなんていうヒット曲がありますね。ウィル・ビ・ユー・ビ・ステイン・アフターさんで、書いてる人ですね。この人のプロデュースになりますので、いわゆるソフトロックのアルバムでございます。クリス&ピーター・アレン、1968年のアルバム、アルバム1からあベイビーズ・カミン。There and honey hair, she said to me quietly, "This is her way." A baby's coming, a baby's coming, and before that time to slip. クリス&ピーター・アレン、1968年のアベイビーズ・カミンでございました。どんどん参りましょう。今度は R&B 系でございます。ザ・トレンズ、4人組の黒人ボーカルグループでございます。これも、プロデューサーアレンジがジョニー・ペイトなんで、シカゴのレコーディングでしょう。 ABC レベルですから、まあ、ベティ・ベルトの延長ですね。スクリーン・ジェームスの楽曲売りの、一環だと思いますが、1968年の作品でございます。 Not Another Day というシカゴっぽいアレンジでございます。続けまして、モンキーズ。モンキーズのアルバム、1968年のアルバム、小鳥と蜂とモンキーズ、The Birds, The Bees and the Monkeys。この中に、ジョージ・フィッシュ、キャロル・ベイヤー・セイガーのコンビの一曲が入っております。We Were Made for Each Other という曲、The Trends と Monkeys、2曲続けてどうぞ。Stare into my heart.
you from the first day I saw you. First day I looked into your eyes. That's when I knew that I would adore you. It was no surprise. We were made for each other, as the stars were made for the sky. No other love have I. You took my hand, was it then you had known it? Is that when you started loving me? Was it the way I smiled that had shown it? Was that the day you could see? We were made for each other, as the stars were made for the sky. We were made for each other, no other love have I. The stars are made for the sky. We were made for each other. No other love have ザ・トレンズ1968年のノット・アナザーデ、そしてザ・モンキーズ、これも68年のアルバム小鳥と橋とモンキーズから We Were Made For Each Other という、2曲続けてお聴きいただきました。ソングライタージョージ・フィショフの特集をやっております。山下達郎サンデーソングブック、1月25日に、発売になりました竹内まりやニューシングル命の歌カップルドウィズ、輝く人よ。初回版にはボーナストラックとしてピアノボーカルバージョンの命の歌が、付け加えられております。あとは封入特典としてピアノ譜が入っております。お早めにどうぞ。今回のニューシングル命の歌、これの CD リリースに向けた企画といたしましてですね、皆様から投稿写真をいただきまして、プロモーションビデオを作るというそういう企画を行っておりました。この度竹内まりや本人とスタッフで、セレクトをしまして、無事プロモーションビデオ完成いたしました。ぜひご覧ください。ただいま公開中です。ワーナーミュージックの竹内まりや特設サイトから、ぜひお楽しみください。 wmg.jp/maria wmg.jp/maria よろしくお願いします。竹内まりやニューシングルのお知らせでございました。ジョージ・フィショフ2週間 やっておりますが、来週は、からはですね、かねてから申し上げておりますがオリジナルバージョンの特集を今準備しております。間に合いますれば来週から行きますが、間に合いませんければ来週は3月かで、結構ですね2週間で入るかと思ったんですが、結構こうカットしておりますね。 1,2,3,4 何曲カットしてるかです。やっぱりなかなか難しいですね。たくさんありますね、かけたい曲がいっぱいあって、なので無駄なこと言わないでいきたいと思いますが、この次は60年代、ジョージ・フィショフたくさん曲をそれなりに提供しますが、やっぱりあの一般的なポップスというにはちょっと難しい曲調なんです。お聞きいただければお分かりですので、ですのでいわゆるチャートに入った曲というのが全部でですね数曲しかありません。そういう点ではバリーマンとかですね、あのキャロルキングみたいないわゆるヒットメーカーとは言えませんが、もともとミュージカル、ブロードウェイのミュージカルの作曲をしていた人なので、70年代ぐらいからですねミュージカルの方にシフトしていきます。単にミュージカルの作曲をするだけではなく、自らステージで弾き歌いと、そうしてパフォーマンスも、行うようになります。有名な作品としましてはですね、1970年に、ジョージーという、これは、作詞がキャロル・ベイア・セーガーで、作曲が、ジョージ・フィショフですが、これはトニー賞にノミネートされたミュージカルだそうです。あとはシェパードという、これは
完全にジョージ・フィッシュのワンマンショーとしての、オフブロードウェイのミュージカルだそうですが、いくつか作品が、ございます。なので70年代入りますとそうしたポピュラーミュージックに提供する曲がガクッと減ってきますが、その中でも素晴らしい作品が何曲かございますので、最後はその辺を追ってみたいと思います。78年の作品は2曲、ドロシームは南部のジャクソン・ミシシッピーの、黒人ソウルシンガーですが、ドロシーモアの78年のアルバムに収められております。シングルカットもされまして、ソウルチャート93位とちょっと引っかかりました。ワン、ツー、スリー、You and Me といい曲でございます。それからペリーコモ、ペリーコモの RCA での78年の、これはシングルオンリーの作品でございますが、ルーローズを思わせる、これも素敵な曲調、フォーエバーという、どちらも78年の作品、ドロシーモアワン、ツー、スリー、そしてペリーコモのフォーエバー、2曲続けてどうぞ。They could never know the
world we found together. So darling, walk with me through the years, through the laughter and the tears. The love we share will be forever. So darling, walk with me. ドロシームーンは1、2、3、ペリーコーのフォーエバー、どちらも78年の作品でございました。てなわけで2週間駆け足で、本当に駆け足でやってまいりました。全然駆けられませんでした。全こんだけ駆け足でやっても来週もちょっとやっちゃおうかな。来週は棚塚かもしくはオリジナルバージョン特集、オリジナルバージョン特集はですね、ものすごくたくさんあるのでいくらでもできるんですが、まあ少しずつ小出しにしていこうかなと思っております。ジョージ・フィショクの特集なんていうのはですね、世界中でここだけだと思います。かなりマニアックでしたが、作品が素敵な曲が多いので、60年特に60年代のポップス、ソフトロック系お好きな方にはお楽しみいただけたんじゃないかと思います。この後は、ソングライター引き続きですね、ジム・ウェブ、ランバート&ポッター、あとはバズ・ケイソンとかですね、いろいろ準備はしておるんですが、とにかくツアーの間縫ってやっておりますので、なかなかできません。とりあえずオリジナルバージョンは曲がかなり、リマスタリング、できておりますのでですね、2月になりましたらぜひやってみたいと思っております。そういうわけで、ジョージ・フィショフ、ソングライタージョージ・フィショフ特集、2週間にわたってお聞きをいただきました。彼はまだ70代でございます。バリバリ現役であります。そしてミュージカルフィールドでは、まだ活躍しておりまして、2000年代入りましてゴーギャンのミュージカルというのを、やっておりまして、パフォーマンス含めて、オフブロードウェイで今でも上演中でございます。ニューヨークへおいでの説は一度ご覧になってはいかがでしょうか。というわけでジョージ・フィショフ特集最後ですが、ジョージ・フィショフ自身はピアニストでございますのでですね、ソロ作品たくさん出しておりますが、ほとんど全部ピアノのインストであります。玉石混交ですが、その中から今日は1977年に、コロンビアから出しました12インチ、ディスコの時代でございますので12インチで出しましたピアノダンシングという、これはまあいわゆる、ダンスインストとしてはですね、比較的有名な、彼の作品の中で有名な一作でございます。これを最後にお聞きをいただきまして、ソングライタージョージ・フィショフ特集2週にわたりましてご清聴ありがとうございました。ジョージ・フィショフ、ピアノダンシング。
お送りいたしてまいりました山下達郎サンデーソングブック、2週にわたりまして作曲家ジョージ・フィショフの特集でございました。またソングライター引き続きなんかやってみたいと思っております。長野市の石坂美佐子さん1月25日の誕生日、中野区の豊里隆さん27日で50歳、1月30日がお誕生日で板橋区の森美智子さんはご主人の正俊さんにハッピーバースデー、兵庫県西宮市の中西信子さん1月31日がお誕生日、横浜市の戸田忠和さん、信子さんのご夫婦は息子さんの広尾さんに、沖縄県宜野湾市、神山司さん、息子さんの康介君、沖縄県北谷町の富里雅也さんは長女の律希ちゃんに、滋賀県近江八幡市の山田和美さんは息子さんの弘樹君に、八王子市兵藤紀美子さん、穴田菊江さんに、品川区の中西珠美ちゃん6歳、お父さんの拓司さん、兵庫県川西谷村智弘君、こちら小学校5年、お母さんの真由美さんに、札幌市の河合純子さんはご主人の光一さんとお嬢さんの恵里ちゃんに、北九州市の小川正幸さん、幸子さんのご夫婦は長女の美優ちゃんに、川口市の鷲崎真紀さん、お嬢さんの里ちゃんに、清瀬市の岡本博之さん、奥様の増代さんに、お姑さんの静子さんからもハッピーバースデー、倉吉入江恵里子さん、ご主人の高明さんに、埼玉県上尾市は中野秀夫さん、奥様の和美さんに、船橋市の福田優子さん、ご主人の徹さんに、武蔵野市の高橋美幸さん、ご主人の信春さんに、熊本県菊池市の岡本弥生さんはお兄さんの秋広さんに、埼玉市の宮村智志さん、お嬢さんのかなちゃんに、川口市の山下幸さん、お母様の鈴美さんに、佐賀県小城市の小柳孝子さんは息子さんの平さんに、浦安市山口初子さん、ご主人の龍一さんと息子さんの吉木君に、江戸川区は松尾隆さん、奥様の美佐子さんに、仙台市の雫石恵子さん、ご主人の利美さんに、沖縄県は読谷村アンドリュー・メンゲさん、英語でいただきました、奥様の里美さんに、香川県は高松市吉田沙織さんは伊藤慎一郎さんに、今日の最後は和歌山県日高郡の大野康彦さん、奥様の明子さんに、皆さんおめでとうございます。山下達郎サンデーソングブック、来週もセームタイムセームチャンネルで皆さんごきげんよう、さよなら。サンデーソングブック、この番組は都会の森大人の時間、代官山蔦屋書店、助け合い共に明日へ、 JA 共済がお送りしました。